どうも、ハイチーです。今回はプチ相談なんですが、中3の子、まあ、特にまあ、高3、中3、受験生の子からよく来るんですけど、模試をね、まあ、受けたりすると、志望校の判定出ますよね。で、その判定が、おそらく一番下の判定だったんですよ。この子、E 判定って書いてるんですけど、そう。で、諦めた方がいいですかっていうその志望校を。で、来たりとか、他の子もね、ほにゃらら判定だったんですけど、届きますかみたいな。合格できますかどうですかみたいな質問、やっぱりいっぱい来るわけですよ。ね。で、それに関しても答えていくんですけど、もし、ここまで聞いて、励ましの言葉とか、優しめの言葉をちょっと期待してる方は、動画止めた方がいいと思います、ここで。一回切ろう。うん。まあ、普通に思ったこと話すだけなんですけど、おそらく、結構現実的なことを普通に言うので、自分が思ってることもね、言うから、ちょっと、イラッとくく、まあ、なんかシュンってなっちゃう子もいると思うんですけど、まあ、もしよかったらね、この聞いてみてください。で、まず、届くかどうか、ね、何々、ほにゃらら判定で、その届くかどうかっていうところは、わかりません。当然。俺神様じゃないし、わからないんですけど、届くかどうかって問題じゃなくって、いや、届かせるかどうかだと思うんですよ。だって自分の努力次第でしょ、結局は。よく自分は受験をマラソンに例えるわけですよ。マラソンでね、もう短距離走じゃないよって話をするんですけど、マラソンみんなが走ってるんです。すごい長距離走を今、受験勉強っていうのはね。で、まあ、イメージとしては、じゃあ受験本番までに、そのタイム、制限時間が決まっていて、そこまでにゴールができるかどうかみたいなイメージなんですね。だから、努力をしてちゃんときっちり走っていけば間に合うし、そのタイム、時間までに。もちろん当日の運とかも関わってくるから、間に合ったからといって、例えば A 判定取れてるからといって絶対受かるわけじゃないからさ。別に D 判定取ってるからって絶対落ちるわけでもないしね。だから、そういう絶対はないんですけど、でも、努力をすればするほど合格には確実に近づくわけですよ。そう。で、それを間に合うかどうかっていうのは、じゃあ努力量をたくさん努力すればそれも早く走れるわけですよね。そのマラソンを。それができるかどうか。でもその努力をいっぱい努力するっていうことを継続するってことがすごく大変なので、やっぱりあと4ヶ月ぐらいかな。まあね、その受験本番によるけどさ。それができるかどうか、腹くくって、自分に甘えることなく、っていう問題だと思います。そう。で、そのね、そのまま流れでいくと、じゃあ一番低い判定だったんで、志望校諦めた方がいいですかって質問も来るわけですけど、自分は諦める必要はないと思ってます。本当に行きたいと思ってる志望校なら最後まで戦ってごらん。これが、もしね、例えば、じゃあ、まあ、すごい偏差値がね、足んなくって今、志望 E 判定とか一番下の判定が出てて、明日入試ですよって言われたら、まあ、無理だろう、きっと。当日、ミラクルが起きて、例えば、マークシートとか、ね、選択問題しかない受験でさ、それがたまたま噛み合っちゃったよっていう、もう宝くじ当たるよりも低い確率が起こって、奇跡が起こって受かるなんてことが、万が一あるかもしんないけど、ほぼないわけ、そんなことは。そう。明日入試だよって言われたら、現実的なこと言うし、まあまあ、顕著に言うと明日とか言っちゃったけど、まあ1週間とか2、3週間だったら言うね、多分現実的なことを。うん。でも、まあ数ヶ月あるわけですよ。まあ逆に言うと数ヶ月しかないんだけどね。ないけども、時間はあるわけまだ。そう。だから別に、俺夏休み明けとか普通に、まあ大学受験の時とか D 判定だったとした、D 判だったかな、確か。だったし、それでも現役で受かったから、まあ、頑張ってそれだけ努力したから、自分は。そう。で、もちろんやってる時に判定が悪ければ、もうどうしよう、本当に受かんのかなとかダメなんじゃないかなとか考えながら勉強になるけど、それも含めて勉強なわけ、戦いだから。それができるかどうかの問題なので、諦める必要はないと思うの。本気で行きたい、本気で願ってることだったら、その本気の気持ちに行動がついてくるから、行きたいんでしょ？だったらやるしかないじゃん、勉強。と思うんだよね。そう。で、もちろん先にね、日頃のいろんな悩みとか苦しみも出てくるけど、それとね、それとま、付き添っててか、それを抱えながら戦わなきゃいけないんだけど、でも、それだけきつい中で戦ってきたこと、まあ、もちろんそれで合格できたら一番ハッピーなんだけど、例えばそれで受かんなかったりとか、やっぱりその直前になって出願するときに、やっぱりきついってなって一個下げちゃうこともあるかもしれないけど、でも、下げたとしても、多分、下げた状態、志望校最初から今下げといて、そこを目指してるときと、上のまんまで目指してるとき、届かなかったけど、でも、伸びるよね、きっとこっちの方が。で、上見てんだもん。そう。このね、例えばこれランクあるでしょ？志望校の。下を目指してたら、良くてもここなんだよ、届いて。この、ここを目指して、ブイーンっていくことほとんどいないの、上の子。でも、上を目指して届かないってなっても、その、下のところよりは上に行けることもあるわけ。届かなくてもね。だから、できることなら上を見た方がいい。でも、上を見るんだったら、本気で目指さなきゃ、そこは。心のどっかで、やっぱ、どうせ下に下げればいいかな、みたいな。それはきつい。届かない、絶対。そう。だからそこの問題だと思います。うん。だから、諦める必要はない。まだこの時期で。そう。だけど、諦めない。本気で戦いたいんだったら、それを行動にしていくしかない。継続して、人よりも努力をする。
ていうのをあと数ヶ月やっていけば結果も変わってくるし、ね、絶対に。それが間に合うかどうかはわからないけど、受験本番までに。でもやったことは必ず糧になるから、ぜひね、目指したいところがあるんだったら戦い抜いてもらえたらと思います。